はい、皆さんこんにちは。ベリビエールで、本当はここにですね、みゆきさんがいらっしゃったんですけれども、今日ちょっと来られなくなってしまいましたので、ベリビエールの方である、ピアノ即興詩人、川瀬博士と申します。今日はよろしくお願いします。私はまず私のオリジナルでモンタレゾン、私の宝物を聴いてください。フランシス・レイさんと、お亡くなりになって5年になりましてね、一生に一度一緒に演奏した曲があります。それが、白い恋人たち、トレジュール・オン・フランス。それが町からのベリビエールの曲やっちゃいましょう。4曲イルミさんと一緒になりますのでお願いします。本当に3人で盛り上がったはずなんですけど、2人も、頑張っていきましょう。はい、では1曲目なんですけれども、フランシス・レイさんの曲で、あんまり知られてないんですけどね、ジャン・オ・ユマ、全人類って曲です。
キーボードもね、あの、僕のあの、ビーボーさんの初めてなんで、どんな音が出るか、そうか、実験しながらなんですけど、ね、はい、次の曲は、本当ならゆきさんがソロでやった曲になります。ルタの三世です。私が、あの、本当ならね、あのメロディーをゆきさんだったんですけども、この音で聞かれる、さよならを教えて、フランスアザルを聴かせていただきます。お願いします。それでは、BBR としては、まあ、最後の曲になっちゃいますけれども、フランシス・レイさんの、まあ、あのですね、レジスタンス反逆っていう放題がついてるんですけども、いいやつ悪いやつ、ル・ボン・エレベーションという曲で、イルミさんにはあの短い2曲目に入ってもらいますので、ね、続けていきます。ではあのテーマ曲と赤い玉、ル・ブル・フーシュ。
ちょっと、ね、寂しい感じですけど、ね、本当は純子の駅でいろんな音を出して成立する曲なんで全然成立はしなかったんですけど、まあ、次回ね、ゆきさんと一緒にやっててぜひ聴いてください。よろしくお願いします。ゆきさんでした。ありがとうございました。さて、これね、半分ちょいなんで、まだたっぷり時間がありますので、皆さんからのリクエストを中心にやっていきます。そこでちょっとお知らせなんですけれども、私、宣伝で恐縮なんですが、このピアノ即興詩人川崎宏と知ってですね、今日の朝10時から明日の夜10時まで、期間限定で、今、ミューディアってご存知ですかね、音の場2024という、アーティストが500人組ぐらいですかね、すごい、膨大な、トーナメントやってまして、今5人でね争っている予選をやってますので、あとでよかったら投票に、ね、来ていただけると助かります。そんなこともやっているのが私なんですけれども、その曲もですね、その場で作曲というのをやってます。ですからちょっと今ここでどんなになるか分かりませんけれども、B ボーンさんの感じと合うかどうか分かんないですけども、今の気持ちで曲を作ります。よろしくお願いします。関係を連続してやってきます。
はい、クリスマスの時ありがとうございました。アリさん、ゲブさん、ユイさん、ムッちゃん、ありがとうございました。ですね、最後の曲はフランシス・レイさんの「アイ・アイ・ノ・タ」という映画の中で使われていた「まさにクリスマス・ツリー」という曲でございました。それでは次、飛んでいきますね。星に願いを。またあの私のオリジナルなんですけれども、サンジェルマン・デペルの朝、ジュン・フィー・メランコリと言います。まあ、放題っていうのとね、あのフランス語のタイトルが全然違う。さっきあの弾いた白い小人たちもですね、現代はフランスの13日っていうあの単にオリンピックの期間をね、あの書いただけなんですけども、まあ、それにあやかってあの全然違う、若い乙女の憂鬱というタイトルをフランス語につけてみたという感じです。最後一つだけ宣伝しますと、10月10日、もう次ですね、二俣川、サンハート音楽ホールで無料のコンサートやりますので、今あのこの辺からもかな、あの一本できますので、ね、相鉄の二俣川名義直結してます。ぜひあのどんなホールかなと見るだけでも勝ちができるので、まあ、音は聞かなくてもいいですけど、ね、それからですね、あのメズム東京のホテル、あのまだいらっしゃってない方がいらっしゃったらぜひおすすめです。もうあの上がるだけは無料です。あの頼むとね、1杯1000円ぐらいしたいんですけども、あのとにかく夜景が絶景で、上がると真正面に、まあ、川沿いにあのスカイツリーが見えてて、芝ですよね。そうです、はい。
そうですか。17日の日、私が担当なんで、夜7時からと8時半から、ショーケースで、やっぱりリクエストを続けるようにしておりますので、ぜひご紹介ください。では、30万できます。失礼します。ありがとうございました。ピアノの広島さんでした。またお会いしましょう。